林城さん、バラエティで大暴れ。ゆうの、そもそもえ、いい格好させてスタンド前で腰振ってるのがめちゃくちゃなんや。昔の日本の悪いところ真似しとるやんけ。台湾ってまだこういうのに寛容なんだな、羨ましい。えい、デビューある。パチュンチュンよ。ハマって YouTube とインスタ見てるわ。抱き枕の人、この子と着想45位よな。共演者の男ギンギンやろ、こんなん。タトゥーがなければ言うことなしなんやが、江口具合が日本のバブルの頃のようだ。台湾は社会的に元気そうだ、羨ましい。